サミュエル・ヒューストン、サミュエル・サム・ヒューストン、1793年3月2日から1863年7月26日は19世紀のアメリカ合衆国の軍人、政治家、アメリカ史上唯一、テネシー州とテキサス州という二つの異なった州で地を務めた人物である。バージニア州、シェナンドーダニのティンバー・リッチで生まれ、のでであった。 テキサスの歴史における重要人物であり、初代及び第三代テキサス共和国大統領を務め、テキサスが合衆国に加わった後は、州選出上院議員、最後はテキサス州知事を務めた。テキサス州が合衆国を脱退すると、連合国への忠誠を拒否して、知事を辞職した。流血を避けるため彼は、 ユニオン軍による南部同盟の反乱鎮圧の申し出を拒否した。代わりに南北戦争の終わりまでハンツビルに退き、そこで死去した。その前半生にはバージニアからテネシーへの転居、チェロキーネーションでの時間、後に彼は国民として認められ、妻をめとった米英戦争での兵役、テネシー政界での成功が含まれる。1827年、ヒューストンは ジャクソン流民主主義者としてテネシー州知事に選出された。1829年に知事を辞職、アーカンソー順州に転居する。その後間もなくテキサスに移り住み、続いてメキシコの州に移動、テキサス革命の指導者となった。彼はアメリカ合衆国のテキサス併合を支援した。1832年には連邦会議員との討論に関与し、 裁判で注目を浴びた。テキサス州ヒューストーンは彼の功績にちなんで命名された。ヒューストンの名声はその死後に高まり、その功績を称えて記念博物館、陸軍基地、国有林、歴史公園、大学、そしてアメリカ人として最大の立像などが作られた。サミュエル・ヒューストン少佐とエリザベス・パクストン夫妻の息子として生まれた。ヒューストンの祖先は 17世紀後半に、スコットランドで家督を築き上げた、高祖父のジョン・ヒューストン教で辿ることができる。ヒューストン教の2番目の息子、ジョン・ヒューストーンは、イギリスのプランテーション時代に、アイルランドのアルスターに移住した。長子相続性のもとでは辞書を引き継ぐことができなかった。アイルランドで数年を過ごした後、ジョンは1735年に家族と共に、北アメリカの植民地に移住。 ペンシルベニアに入植した。ルター派のドイツ系移民が増え、ジョンは一家と他のスコットランドアイルランド系移民と共に移住を決め、バージニア州のシェナンドーダニへ移り住んだ。シェナンドーダニには多くのスコットランドアイルランド系移民の農場が所在した。新山社の中にはラルーエリアのライル家も含まれ、ティンバー・リッチで長老派協会を設立するのに尽力し、 ヒューストンの一家はその近くに住み着いた。ジョンは徐々に土地を開拓し、奴隷を購入した。息子のロバートがその土地を引き継いだ。5人の息子の罰子がサミュエル・ヒューストンであった。サミュエル・ヒューストーンはモーガン・ライフル旅団に入隊し、アメリカ独立戦争の間に少佐に任命された。当時は民兵の士官が自身の費用を支払うこととなっていた。彼は、 エリザベス・パクストンと結婚し、父親の農園を引き継いだが、管理の才能にかけ軍役のために借金をすることとなった。夫妻の子供は、ティンバーリッジ教会近くの農園で生まれ、サムは1793年3月2日に生まれた。サムは9人いた子供の5番目であり、5番目の息子であった。夫妻を解消するために転居を計画し、サミュエル・ヒューストーンは、 テネシー州東部の親類の近く、ブラウント郡の郡庁所在地である、メアリービルへの転居を決めた。彼は1807年に死去し、その死は家族との転居が完了する前であった。エリザベスは5人の息子と3人の娘を連れて新居に移り住んだ。家族がメアリービルに転居した時サムは14歳で、返京において基礎的な教育を受けただけであった。1809年、 16歳のサムは兄の店で店員として働くことに不満を持ち家でした。彼は南西部に向かい、ハイワシー川のハイワシー島に住むアフルデギ率いるチェロキー族に加わり数年を過ごした。アフルデギは後にとして知られた。ジョン・ジョリーはヒューストンの養父となり、彼にチェロキーの名、コレネを与えた。その意味は渡りガラスであった。 ヒューストンは流暢なチェロキーの言葉を学び、その一方数ヶ月おきにメアリービルの家族を訪問した。1812年、19歳の時にメアリービルの家族のもとに帰り、メアリービルとノックスビルの間に教室が一つの学校を設立した。これはテネシーで初めて設立された小学校であった。1812年、ヒューストンは ノックスビルの訓練キャンプに入営し、第39不評連隊に入隊、米英戦争に従軍する。その年の12月、彼は不評から軍曹へ昇進した。1814年3月のホース州ベンドの戦いで彼はクリーク族の矢で負傷した。彼は傷に包帯を巻いて、すぐに戦いに加わった。アンドリュー・ジャクソンが攻撃の志願兵を募った時、ヒューストンはこれに応募したが、 この攻撃で彼は肩と腕に銃弾を受けた。彼は軍務で障害を受けてメアリービルに帰還したが陸軍による無料の治療の申し出を受けてニューオーリンズの病院治療を受けた。ヒューストーンはジャクソンの治療を得る。1817年にジャクソンはテネシー東部現在のアーカンソー州からチェロキー族を相当するのに関してヒューストンを副代理人に指名した。彼は 陸軍長官のジョン・カルフーンと一見の相違があり、カルフーンはヒューストンが会議に際して、チェロギーの服を着てきたことをしなめた。さらに、ヒューストンが管理するインディアンへの供給物の金額に関しての問い合わせが行われた。ヒューストンはこれに起こり、1818 18年に辞職した。ジェームズ・トリンブル判事のオフィスで6ヶ月間法律を学んだ後、ヒューストンは、 ナッシュビルでの司法試験に合格し、テネシー州レバノンで研修を受けた。1818 18年後半にナッシュビル地区の検事総長に任命され、また、州市民軍の司令官にも任命された。1822年、ヒューストンはテネシー州で連邦会議員に選出される。彼は仲間のテネシー人と共に民主党員アンドリュー・ジャクソンの忠実な支持者であった。 インディアンに対する施策に関する考えには大きな隔たりがあったものの、彼はジャクソンからの政治的保護を受けていると広く考えられた。ヒューストーンは1823年から1827年まで会議員を務め、1824年に改選されている。1827年にヒューストーンは再選のための出馬を断った。 代わりに、テネシー州知事選に立候補し、元知事のウィリアム・キャロルを破って当選した。1928年に再選のための出馬を計画していたものの、最初の妻との離婚の後に知事を辞職した。1835年からのテキサス独立戦争では、テキサス軍を率いて、メキシコと戦い、1836年4月には、サンターナ将軍を捕らえて、 独立を認めさせた。同年成立したテキサス共和国の初代大統領に選ばれた。1838年には一旦落選したが、1841年には再び大統領の座についている。1845年テキサスがアメリカに併合されると、終戦室の上院議員を13年間務め、1859年にはテキサス州知事となった。 1861年、南北戦争の勃発に先立ち、テキサス州のアメリカ合衆国離脱及び、南部13州からなるアメリカ連合国への加盟に反対し、知事の座を退いた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。